この動画は、スマート林業にこれから取り組もうとしている方へ、きっかけをつかんでいただくためのものとなっています。スマート林業実践マニュアル総集編を使います。表紙を開いて、はじめにを見てください。全国12の地域の取り組みの成果がこのマニュアルにまとめられています。マニュアルとともに、他の動画を見たり、ディスカッションをしたりしながら進めていきます。このマークがディスカッションタイムです。 その時のポイントをお伝えします。自由に発言しましょう。簡潔に話しましょう。他の人の意見を否定せず、よく聞きましょう。この3点が大事です。皆さんの中では、先輩・後輩、もしかしたら上司の方も一緒にいるかもしれません。遠慮なく、自由に発言していきましょう。この時、どんなに口頭向けなアイデアが出たとしても、否定せず、よく聞きましょう。 否定するのではなく、新たな意見、アイデアを出して盛り上げていきましょう。模造紙や付箋を使ってどんどん書き込みましょう。お一人でこの動画を見ている方もメモを取ってみましょう。それではマニュアルの2ページを開いてください。左上の数字がマニュアルのページになります。スマート林業とはデジタル管理、ICT による林業。 安全でで高効率な自動化機械による林業ののこことととす。すす。目指すべき方向性として、次のことが明けられます地理空間情報や ICT 等の先端技術を活用し安全で働きやすく効率的な森林作業や需要に応じた木材の安定供給を実現するさらなる労働力不足が懸念される中で ICT 等の先端技術を活用し生産性を向上させるとともに 林業を魅力ある職場とし、担い手の確保育成を進めるただ単に効率化するということではなく安全性や職場環境の改善も含めた取り組みであることに注目してくださいマニュアルの3ページの図をご覧くださいスマート林業では、施業の計画から造林・育林、伐採搬出、流通、木材利用など すべての工程で、さまざまな技術を活用することを目指しています。スマート林業技術の背景には、クラウド技術などインターネット通信に基づく情報共有や、ドローンを含むロボット技術、人工知能、AI 技術による自動判別などの基盤技術があります。すでに実用化、商品化されている技術から、まだ研究段階の技術まで、開発の段階はさまざまですが、技術開発のスピードは速く、 10年後には林業現場が大きく変わっているかもしれませんそれでは具体的にどのような技術があるのか調べてみましょうマニュアルの22から28ページ35ページやホームページを活用してください令和3年度ウェブ技術展示はさまざまな技術へのリンク集になっていますこの QR コードまたは 動画のの概要欄のリンククからアクセスすすすることがでできます時間間は20分間です使ってみたいと思った技術がありましたかその技術はどのように役立ちそうですかマニュアルの16ページを開いてください。スマート林業技術は技術の導入自体が目的ではなく、 自分たち林業事業体や地域における課題を解決する手段の一つとして導入するものです流行に乗ってとりあえずドローンを買ってはみたものの使いこなせずに棚にしまい込んでいるという話も耳にしますそうならないように自分たちの課題を考えてみましょうここでディスカッションタイムです話し合いのテーマはマニュアルの図の中で 現状把握・課題の整理という部分と、必要なスマート林業技術の選定という部分を取り上げます。業務で課題となっている部分をどんどん上げていきましょう。先ほど調べた技術の中で、課題解決に役立ちそうなものを選びましょう。時間は20分間です。ディスカッションの結果、導入したい技術が見つかったと思います。しかし、 機材をを購入しただだけではは使えるようにはなりません。マニュアルの5ページを見てください。技術を身につけるための研修練習が必要です関わる全ての人がデジタル技術を最低限理解することが必要です操作技術は役割に応じたレベルで身につけることになります林業事業体の職員にはこれまでは一律に技術を身につけることが求められてきましたが コア技能者と現場技能者に役割を分けて考えましょう。コア技能者は、データを解析したり、業務で活用することができる人材です。機材やシステムの操作方法から解析方法、原理などまで幅広く身につけ、事業体内で普及していく役割も担います。現場技能者には、基本的な操作方法を身につけ、 正しくデータを取得することが求められますスマホアプリくらいは全員が使えるようになりましょうコア技能者の役割がとても重要ですが今までの業務に加え新たな技術が重なり過剰な負担になるケースが多く見られますこのためコア技能者は従来業務の負担を軽減させるなど経営者の理解が必要になります 長い目で見ればスマート林業技術の導入により労働環境の改善生産性の向上などの効果が期待されますが効果が発揮されるまで初心者の期間は行政支援も必要です。皆さんは自分がどの立場にいるかどの立場をこれから目指すのか考えてみてください。マニュアルの12ページを開いてください。 技術とはかけ離れた話に感じられますが、重要なことの一つに合意形成があります。スマート林業では木材の安定供給を目標の一つに挙げています。その実現にはシステムの導入だけではなく、林業事業体、原木市場、工場など需要先との合意形成が重要です。地域全体での木材の安定供給のためには、 川上から川下までの合意形成が必要です。例えば、製材工場などへの原木の直送を目指した需給マッチングシステムですが、合意形成ができないままシステムを導入しても、直送で輸送費を削減したいはずが、製材工場が受け入れを拒否、結局原木市場への輸送費がかかってしまったという事例もあります。伐採する際の増材制度を向上させることも必要ですが、 製材工場側で様々な出材に対応できるようなカスケード利用に向けた努力をしてもらうことも必要かもしれません時間をかけて取り組むことが必要です人材育成や合意形成の重要性については先進地域の実践結果から導き出されたものです他の地域の実践結果を聞いてみましょう令和4年度成果報告会のパネルディスカッションの動画を見てください この QR コード、または動画の概要欄のリンクからアクセスすることができます。動画の時間は50分です。マニュアルの4ページを開いてください。スマート林業実現へのステップを示しています。ファーストステップは、アナログからデジタルへ。例えば、紙図面からモバイル端末の GIS に変わる。 臨弱で直径を測っていたところからレーザー計測に変わるということがありますセカンドステップはデジタル技術のフル活用であり実際にデータを使って日々の業務を行うことになります最終段階は産業構造の変革いわゆる DX デジタルトランスフォーメーションが進んでいる状態ですここで最後のディスカッションタイムですこれからスマート林業にどのように取り組んでいくか 話し合ってみましょう。将来的な目標と、明日から取り組むことを挙げてみましょう。時間は20分間です。スマート林業への取り組みに向けて、どこから手をつけるか見えてきたでしょうか。スマート林業について、ディスカッションを重ねることが合意形成につながります。スマート林業実践マニュアル総集編の一部を題材にしましたが、 ぜひ最初から読み通してみてください。他地域の事例などパネルディスカッション以外の動画もありますのでぜひご覧ください。それでは以上で終了します。お疲れ様でした。